白番場は、井上康氏の自伝的長編小説である。主婦の友もに1960年から連載された。その後、続編として、続白番場が連載された。双方とも、中央公論社から単行本として刊行され、後に前社を、前編、後社を後編とし、改めて、白番場として新潮社より、文庫本として刊行されている。夏草冬、等、 北の海へ続く、自伝小説、私小説三部作の一作目にあたる。題名の、白番場とは、雪虫のこと。本作品の舞台であり、作者自身が、幼少時代を過ごした静岡県の伊豆半島中央部の山村、湯ヶ島では、秋の夕暮れ時になればこの虫が飛び回る光景が、見られた。分類としては、自助伝的作品の部類に属し、さらに続編として、 夏草冬、と、北の海と続く。なお、同様に、井上康史自身の成長過程をモデルとした小説に、明日ナろ物語があり、明日ナろ物語が一編、深い深い雪の中でが、白番場と時期的に重なる。両作品には、主人公が祖、祖父の埋めかけと同居している、と、共通点もある。しかし、井上本人は、 アスナロ物語は創作で、白番バ,バは自助伝的小説と述べている。本作品の時代背景は、大正初期で、前編は、主に主人公、工作と母方のおば、咲子や、義理の祖父の目かけ、おぬいばあさんとの触れ合い、後編は主に転校生、明子との初恋、そしておぬいばあさんの死が描かれている。さらに、沼津の昇華、上みの乱子や三島のおばなど、 数多くの親戚が登場するのも特徴である。このように多くの親戚との触れ合いの中で、井上康氏の豊かな人格が形成されたことが伺える。内容が主人公、工作が小学校2年生から3年生、5年生から6年生と、少年の自我の芽生えから、思春期を描いたものゆえ、小学校の課題図書に指定される場合が多い。しかし内容は奥深く、 大学の研究論文対象になるなど、小学生のみならず大人の読み物としても耐えうるものである。大正時代の初期、伊豆半島中央部の山村、湯ヶ島。秋の夕方ともなれば、どこからともなく雪虫が飛んでくる。野遊びから帰り際の子供たちは、白バンバ、白バンバと生やしながら、雪虫を木の枝で捕まえて、はしゃぐのだった。そんな、 子供たちの一人である工作は、実の両親が、健在ながら、義理の創祖,祖父、達之助の妾、おぬいばあさんと二人で暮らしている。この奇妙な生活は、工作が5歳の頃に始まる。当時、工作の母、七重は、第二子を妊娠中で、忙しさのあまり一時のつもりで工作を、おぬいばあさんに預けた。被護者を亡くした妾という、極めて不安定な立場にあったおぬいは、 自身の立場を確立する目的から工作を手放そうとせず、やがて工作自身も母よりおぬいになついた。結局、工作は軍医として認知を転々とする父母と別れ、伊豆山中にある両親の故郷、伊豆の岩島で少年時代を送ることになった。近隣に住む工作の母方の祖父母や年少のおじ、おば、さらに、 今だ健在だった祖祖父の本妻らは、おぬいを腹黒い女と非難し、工作に対しては、かわいそうに、ろくでもないものの人質になってと哀れみと皮肉を取り混ぜた受け答えをする。しかし、工作はおぬいに愛され、工作もまたおぬいをしたっていた。工作が尋常小学校2年に進級した年、母の妹で沼津の女学校を卒業したばかりのさっき子が、 工作の通う小学校に教員として着任する。それまで先子を良い遊び相手として仕立っていた子供たちは一種の壁を感じ始める。やがて一学期最後の成績表示与の日、おぬいばあさんは工作に清掃として袴を履かせる。袴姿で登校した工作は上級生から正域だと暴行を受けるが抵抗できない。そこへ別の集落の少年。 高一も袴を履いて現れた。やはり生意気だとして、暴行を受ける高一だが、砂や石を投げつけるなどして、果敢に抵抗する。さらに、成績表示用の場で高一の成績が主席と知り、正義感でも成績でも高一にかなわないと、高作は劣等感を覚えた。夏休みに入り、高作はお姉いばあさんと共に、父、とし作の現在の認知、豊橋に向かう。 町の生活の華やかさに惑わされて、迷子になるなど事件を起こす一方、やはり町の子供と山育ちの自身を引き比べ、多少の劣等感を覚える。元来は、気の合わないお縫いばあさんと母、七重が一つ屋根の下で、暮らす、生活の中、多少の居酒を交えつつも、工作が、これまで通りお縫いばあさんのもとで暮らすことが取り決められ、二人は、土産物を整えて、湯ヶ島に戻る。 二学期が始まって、工作の嫌なことは、咲子が教職仲間の中川はじめと恋愛関係にあるという噂が村内に立ち始めたことである。やがて咲子は妊娠し、村内は咲子や中川を当てこする噂で持ちきりとなった。中川は責任を取る形で、伊豆半島に海岸へ転勤していく。人気者の教師だった中川の転勤は、 子供たちの心に少なからぬ動揺をきたした。年が明けて間もなく、さ紀子は男児を出産した。工作が3年に進級して間もなく、近隣の村落の少年、小吉が神隠しに遭遇する。数日後に、小吉が発見されたおり、彼の様子を見に行こうとした工作は、自身が神隠しに遭遇してしまう。それから1月後、義理の祖,祖父、 辰之助の本妻だったお品婆バーさんが老衰で死去する。妾として、オシから辰之助を奪った形となる、お縫いバーさんは、自身に集まる、非難の視線を感じつつ、本家の台所で立ち働く。工作は、そんな彼女の胸中を思いやる。5月下旬、咲子と共に共同浴場に行った工作は、彼女が見違えるほど痩せ衰えていることに驚く。ほどなく、咲子が、 肺病に罹患したとの噂が立つ。咲子は教職を辞して実家に引きこもるが、工作は咲子に会いたいあまり実家を訪ねる。そして病気の伝染を恐れて、入室を拒む咲子とふすまごしに会話することで、一種の甘美な思いを抱くのであった。6月、工作はおぬいばあさんと共に、沼津で指折りの交渉、上木の家を訪れる。婦人の計らいで海岸に連れて行かれ。 初めて体験する使用祭に興奮するものの、その帰り道で買い食いした未完水やところ点で食中毒を起こし寝込んでしまう。病床から工作は伊豆の山村では想像もつかない昇華の贅沢ながらも大敗的な暮らしを垣間見ることになる。ほどなく病状の悪化した咲子は人目を忍んで夫や子供の待つ伊豆半島西海岸に転地していく。 咲子と犬猿の中だった、おぬいばあさんも、さすがに、咲子を思いやる。しかし、夏休みが始まって間もなく、咲子の不法が届く。祖母、種やおぬいばあさんが泣き崩れて、初めて、工作は、咲子の死を事実として悟った。咲子の葬式のために、一族の大半が、西海岸に向かう中、留守を任された工作は遊び仲間と、天城峠のトンネル見物を思い立つ。 総勢20人余りの一団を先導するのは工作だが、やはり先子の死で動揺を隠しきれない。その思いを振り払うべく、広報へ、頑張れ。とどなるのだった。工作が尋常小学校5年生に進級した秋、近隣にある提出リニア管理局天城出張所に新たな所長が赴任してくる。所長には2人の子がおり、それぞれ工作の通う。 小学校に転入した。その子供たち、秋子とコ一は村の悪道らから、秋子のあの字はアンポンタンのあの字、コ一のこの字は恋物のこの字と生やし立てられるが、工作のみは林子へに胸を痛めると同時に、姉の秋子に淡い恋愛感情を抱く。一方でおぬいばあさんは年々浪水が進み、工作も次第にそれを悟るようになる。そんなある日、 おぬいばあさんは故郷である伊豆半島南端、下田の町へ一泊の旅に出る。彼女に付き添った工作は、目かけとして故郷を捨てざるを得なかったおぬいばあさんの胸中を思う。12月、子供たちの間では、登校前のランニングが流行っていた。そんな折、女子を率いて、先頭を走るアッキ子が、悪道が仕掛けた落とし穴にはまる事件が勃発する。 これを目撃した工作は怒りのあまり落とし穴を仕掛けた長本人を組み伏せ石で殴り倒す。しかし工作はこの事件が原因で秋子から距離を置かれてしまう。年が明けて間もなく村には新たな交通手段としてバスが導入される。仕事を奪われる形となる馬車引きが小学校の用務員と喧嘩するのを見かけた工作は 落ち目になって消える者の,の運命を悟る。春休み、数年ぶりで、沼津の神木の家を訪れた工作は、神木の姉妹、蘭子と麗子の派手な喧嘩に圧倒されるもの,の、のその後で千本松原を歩む道中、蘭子から石川卓木の恋の歌を教えられる。都会的な蘭子に引き比べて、自分ら湯が島の子供は、田舎じみている。そんな思いで村に帰り、 共同浴場を訪ねた工作はうっかり、女生徒の入浴に鉢合わせしてしまい、激しく罵られる。もう女の子と気安く遊べる年ではないと、悟らざるを得ない工作だった。6年に進級した工作は、中学受験に備えて本格的な勉強を始める。田舎の小学校ながら、主席を貫く工作の家庭教師として、都会出身の教師、犬飼が当てがわれる。 犬飼いは工作の成績を見るなり遅れていると吐き捨てる。工作は国旗の言葉を胸に6時間睡眠で勉強に勤しむのだった。一方、犬飼い自身も上級進級試験のために勉強を重ねていたが過労から神経衰弱を併発し新学期になって間もなく自殺騒ぎを起こす。9月の終わり頃からおぬいばあさんは床に寝つくようになり、 認知症の症状も現れ始める。一方で工作は、父の新たな認知であり、受験先の中学校がある浜松への転居が決まる。いずれ村に一人残されることとなる。おぬいばあさんは、会う人ごとに弱音を吐く一方、性格は温厚になっていった。湯ヶ島最後の正月を、工作はおぬいばあさんや、母、七恵と共に迎える。犬猿の中だった七重から差し出される。 葬儀餅を、おぬいばあさんは感謝しつつ、口に運ぶ。三が日が済んで間もなく、おぬいばあさんはジフテリアに感染し、工作も高熱に倒れる。二日間高熱に浮かされ、熱が下がりかけた三日目におぬいばあさんの死を知らされた。熱が下がらず、葬式からも遠ざけられた工作は、おぬいばあさんの死に騒ぎを、人ごとのように見守っていく。 お姉いばあさんと小学校時代を過ごした土蔵を整理した工作は浜松へと旅立つ。秋子から別れの言葉と選別を手向けられ、同級生たちに見送られた工作はバスに乗り込む。バスの終点、大人の町に降り立てば、みすぼらしい楽団が音楽を奏でている。旋律は実にわびしい。工作はわびしいものをわびしいと感じ取れる年齢に成長していた。 工作の母方の実家。工作やおぬいばあさんが住む土蔵の近隣に位置する。仮の川下流、門の原集落にある工作の父方の実家。大正時代、第十五師団が所在した。軍医として認知を転々とする工作の父の作中での不認知である。工作が通う、小学校の給油や教員関係者。沼津の町の交渉。工作の登園にあたる。 1962年、日活により映画化されている。1964年版1964年4月18日から同年7月11日まで開局して間もない東京12チャンネルでテレビドラマ化されている。放送時間は毎週土曜19時30分20時。 なお毎日放送では終了して3ヶ月後の1964年10月より奥様ゴールデン劇場で放送された。1973年版1973年11月5日から同年同月21日まで NHK 総合テレビの少年ドラマシリーズでテレビドラマ化されている。ありがとうございます。